ウェルカムトゥ沖縄。メンソーレ沖縄。ハイサイ。ハイサイグスヨチューガナビラ。メーメーチビヤギが、朝だよーって、ヤギアラームがもう7時前には鳴るようになりました。メーメーめえ、昨日は花ちゃんもバンビーも全部一緒に、同じヤギ小屋に入れました。めえバンビー、お前はなんでお前隠れてるの。バンビー、バンビー、カモン、バンビー。もう最近どのヤギが鳴いてるかが分かるようになって、鳴き声、ヤギの鳴き声、犬の鳴き声もみんな違うんですけどね、ヤギの鳴き声もなんか分かるようになってきましたね。バンビーカマン、バンビー、バンビーカマン、はい、バンビー、なんでお前、ねえ、はい、外出たいの。外出たい。はい、顔出して。顔出して。はい、外行きたい。外行きたいの。外で遊びたい。ほら、こんなしない。いじめない。バンビー。外行きたいな。昨日来たお友達はここで寝転がって、わー、ヤギのいい匂いって言ってましたね。いや、私もヤギは臭いもんだと思ったんですけどね、こんな風に飼ってると臭くないですね。で、あと、ちょっとあまりにも汚れてきたら、手足、体を拭いてあげようと思います。さらにもっと汚れてきて、時々シャンプーもしてあげようかなと思います。いやー、今日の沖縄の天気は曇り空。ちょっと北風が吹いて、ちょっと肌寒いですね。今日は半袖は、半袖着てるとちょっともう、寒いって感じますね。畑仕事には絶好の、いい天気ですね。バンビー、昨日はこっちで寝たね、花もね。カーム、お前何してんの、カーム。もうすっかりもうカームはヤギ会見になっちゃったね、お前はね。はい、どうしようかな、朝ごはんにしようか、そのままお前たち、草むしり除草隊、チーム除草隊で出勤するか、今考え中です。少しお待ちください。少しお待ちください。あくまでも私流のヤギの、しつけっていうか、ヤギと友達になるには、私もヤギ小屋の中に入って、最初のうちはですね、今もそうですけど、ヤギ小屋に入って、ヤギの警戒心を取ることから始めました。毎朝ヤギ小屋に入って、そして、チームを分けて外に出してリードして、いつでも触れるように、そんな感じで心がけてやったら、思った以上に早く、仲良く なれましたね。やっぱり犬と一緒ですね。犬と同じような感じで接したら、ヤギの方が早く懐くような気がします。バンビー、なんで隠れてるの。バンビー、バンビー、おいで。今日から全員リードを外して、杭を打たないで、トレーニングしてます。昨日までちょっと杭を打ったりとかもしてましたけどね。バンビー、もうお腹いっぱいになったの。バンビー、お腹いっぱいになったの。
でお腹いっぱいになるとまたあそこで運動するようになるんですよね。でもなんか修正っていうかパターンが見えてきましたね。ご飯を食べた後は運動したくなるんですよね。お前たちまだちゃんと食べてないよ。もっとしっかり食べなさい。今日はちょっとリードしてないんでね、監視が必要。お前たちこんなに寄ってくるな。ちゃんとしっかり朝ごはんを食べなさい。朝ごはんをしっかり食べなさい。朝ごはんしっかり食べて。でもほとんど雑草じゃない、ごちそうがなくなりましたね。綺麗に雑草をごちそうに変換して食べてくれましたね。わあ、ここでまた暑い、日差しが強いときはこぼれ日いい感じになりますね。あとは私がここちょっと少しね、ヤギが食べきれてない、ちょっと木の小枝じゃない木の小さなやつをちょっと鎌で刈り取ればきれいになりますね。サンゴ、うるさい。犬の鳴き声で犬が吠えてる声で、どの犬が鳴いてるって分かるように、吠えてるって分かるように、最近やどのヤギが鳴いてるかが分かるようになりましたね。これ一番分かりやすいのはこのバンビーとこのチビちゃん。まだ、若いだけあって声が赤ちゃん鳴き声、赤ちゃんの鳴き方するんですよね。はい、カモン、カモン。みんな本当にあっという間に懐いてくれましたね。今日はいつもだったらね、私コーヒー一杯飲んでゆっくり、さあ今日もヤギの朝ごはんをってやるんですけどね、今日はもうコーヒー飲まないで、そのまま移動させたから声がちょっとイガラっぽいちょっと今日は長袖じゃないと寒いですね。半袖だと今日沖縄に来る人、昨日は暑かったのに今日沖縄に来る人はあれ意外と涼しいって感じるかもしれませんね。さあ、犬とヤギと私の語り草、そんなテーマにして記録を取り始めたんですけどね、これから先どんな風に展開していくんでしょうね。でも本当に誤解がありませんようにこのヤギたちはもうペット用です。ペット用として、飼ってます。で、あとちょうどいい機会なんでね、意外とヤギは人懐っこい、寂しがり屋であるゆえに人懐っこいっていうのを感じ取ったんで、これから何匹かの子供が、何匹って、オス1頭、今のところメスが6頭なんですけどね、比嘉さんのヤギが5頭、私のヤギが2頭、2匹、5ヶ月後ぐらいには赤ちゃんが生まれる予定かきっと可愛いヤギもう生まれて2ヶ月ぐらいから1ヶ月ぐらいから一緒にこんな感じで接すると本当に犬みたいになっちゃうんじゃないかなと、今からそんなことを想像すると楽しいですね。呼んでもないのに来るようになったしね、君はね。警戒心が強い子だったんですけどね。でも本当喧嘩しなくなりましたね。やっとチームワークが、いろんなとこから連れてきたヤギなんで、最初は順位争いっていうか、派閥争いっていうか、いろんな小さな小競り合いが多かったんですけどね、やっと落ち着きましたね。ということで、今日はノーリードしてるんで、しばらく私、付きっきりになってご飯を与えるまで、ちょっと待っていようと思います。早いですね。1月は犬、2月は逃げる、3月は猿って言いますけどね、もう11月。いやー、今月で61歳になるんだと思うとね、もっと体を鍛えようと、思います。本当に畑仕事をして、ちょっと動いてると息切れをするので、ああ、こんなに体力って落ちてるんだなっていうことを、畑仕事から気づかされます。今日は水まきしなくていいかな。昨日は種をまいたんでね、
晴れていたらもう今日から、昨日から種まき、水まきしたんですけども、今日は雨が降りそうなんで、早めにヤギたちを放牧させて、で、雨が降らなかったら水まきしますけどね、昨日は人参たくさん、ヤギたちにあげようと思って、人参の葉はヤギたちにあげようと思って、レタス、たくさん植えました。その後にトマトとか、じゃがいもはもう一番最初にじゃがいもはもう去年の3倍ぐらい植えました。トマトとか植える準備もしたいなと思います。今日のヤギたちはこんな感じです。今日は雑草じゃなくてごちそうっていうよりも木の葉っぱを加えて私がちょっと折って、食べさせてます。あら、お腹いっぱいになったヤギたちはいつものパターンでまた運動会を始めようとする。今日は運動会なしだぞ。運動会ないよ。じゃあまた何か変化があったら、そうだ、指笛を吹いたら、みんな私の元に走ってくるっていうトレーニングを2日前からやったんですけどね、今のところ順調です。次は、軽トラックに自分たちから乗るような練習も訓練もしたいと思います。もう運動会の準備が始まったぞ。訓練は今ヤギたちが広場で遊んでいるので、見えないところで指笛を吹いてくるかどうか、トレーニングをしたいと思います。少し見える、あっち見えるね、カム、はい、下カム、下下下なあ、なヤギたち来るかな。いやー、今日はこの絶壁を登って次のおやつの場所まで、ごちそうの場所を見つけてしまいましたね。次はあそこに、こっからちょっとヤギ歩道を作って、上まで次は連れて行く、天気のいい日に連れて行こうと思います。今日はね、ちょっといつ雨降るか分かんない状態なんで、早めにヤギ小屋に入れたいと思います。油断してる間にここに登ってしまった。すごいな、お前たち。おー、すごい。呼んでないよ。まだ指笛してないよ。指笛してないのになんで来るの。指笛してないよ。すごい。もう何分なる、学習能力すごいな。指笛またしてないよ。指笛またしてない。トレーニング始めてみようかな。見えないところから、私が見えないところから指笛を聞いて走ってくるイメージ、そんなトレーニングを始めてみます。カモン、はい、カモン、くる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 、足が見えてきた、くるくる、カモン、カモン、はい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 、カモン、ハブハンビー、カモン、はい、カモン、おー、来た、おー、リコー、はい、来た、来た、はい、ハウス行こう、はい、行こう、はい、はい、行くよ、はい、ゆっくりだ、ゆっくり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 、はい、行くよ、はい、行くよ、今、ヤギ小屋作ってまーす。ヒガさんがヤギ小屋作ってまーす。はい、行くよ、はい、カモン。すごいな、君たちな、百発百中。打ち合わせもしてないのに、本当に一心伝心だね。よーし。すごい。はい、はい、はい、行くよ。ハウス。ハウス、はい、ハウス。ハウス。今まで、ヤギ小屋に入れるのがとっても大変だったんですけどね。はい、カモン。はい。ハウス。ハウス、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 カモン。はい。ハウス。はい、ハウス。はい、ハウス。はい、こっち、こっち。はい、こっち。ハウス、ハウス。ハウス。ハウス、ハウス、カモン。入ったー、みんな入ったー、お利口さーん。